ガラエルアールガラエルアールダリは、詩人ポールエルアールの元妻であり、後がカサルバドールダリの妻で、ガラダリでプブル公爵夫人。ロシア出身。本名は、エレーナ・イバーノブ・ナ・ジアーコノバもしくはエレーナ、ジミート・リエブ・ナ・ジアーコノバ、ヘレナ・デルビーナ・ディアコノフ、ヘレナ・ディアコノフ・デルビーナとする資料もある。タタールスタン共和国の火山生まれ。父親は弁護士で裕福なユダヤ人だったが、 ジアーコノフはモスクワでは非常によく知られたユダヤ人の名字だったため、ガラ自身はこの名字を嫌っていた。結核治療のために行ったスイスのサナトリウムでエルアールと出会い、1917年に結婚、娘を出産する。結婚後、夫の同意と共にマックス・エルンストラの青年画家と親密な関係を持つが、1929年に夫婦で、 ダリの元を訪れた際、ガラは彼と初めての肉体交渉を持っている。1932年にはエルールと正式に離婚し、1934年1月の末にダリと民法上の入籍、1958年にはマドリードで宗教上の結婚式を挙げている。ダリの作品の中にしばしばガラは登場した。ガラは若いアーティストが好きで、 性的衝動も強く、晩年でも傾向は治らなかったので、ダリの心配のもとであった。しかし当時のシュールレアリストたちにとってなくてはならない、ミューズ的存在が彼女であった。ガラが1982年に死去すると、ダリは自分の人生の舵を失ったと激しく落胆し、プブル城に引きこもるようになり、その翌年を最後に生涯、絵を描くこともなくなった。ありがとうございます。